どうも皆さんこんにちは、三浦です。ということで妖怪ウォッチプリプにやっていきましょう。さて今日からですね、スコアアタック、新しいスコアアタックが始まりました。新魔軍師フクロウが登場ということで、こいつですね、ランク 2S なんで、ちょっとこれはゲットしていきたいですね。一応ですね、25,000全国ランキングで25,000にランクインすればゲットすることができるということで、25,000だったら結構いけるかもしれない。うん、まあ大体1週間です。今日から1週間ですね。さあということで、使う妖怪に関しては僕はですね、こういう感じかなと思ったんですけど、どうですかね。スコアボーナスが道化と弁慶ということなんで、まあこの2つの妖怪はまあ入れるとして、あと不動明をちょっとやってみようか。とりあえず考えちゃったけど今。よし！ということでやっていきたいなと思います。まあ僕ちょっと一回やっちゃったんですけど、いきましょう。お！ちょっと一瞬考えちゃった。一瞬考えてしまった。オッケー。ちょっと落ち着いて。で、あー、ちょっと、あ、全然繋がっていかない。ちょっと待て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 、まずいな。さあ、赤鬼がちょっとプラチナ鬼、プラチナ鬼が、あ、来てるか。オッケーオッケーオッケー、よいしょ。危ない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 。で次不動明王、ちょっと今デカップに不動明王の作ったんですけど、多分、ああ技ゲージ溜まっていかないな。ああ、ここでもう一発技打てればねいいんだけど、あ、これはね、うわぁ、ちょっと今回どうかな。あ、ちょっとまた、あー、やめた方がよかったかな、使わない方がよかったかな。あー、おい、ちょっと今回ひどいな。ちょっと赤鬼の必殺技使いたい。ああ、もう一発出してくれ。あ、じゃあ赤鬼いけ。よし、なんとか2回フィーバータイムいけたけど、あー、全然だね。ちょっと不動明王はあんま良くないなと思いました。僕、不動明王はちょっと違うな。どうしようかな。さあプラチナ来た。ああ、違う、弁慶が来てなかったのか。ああ、ちょっと待って、よし、ちょっと、はい、技 G 発動。これであと5秒か。ああ、何やってんのもううわー、もうちょっと、いやうわー、
さっきよりはスコア伸びてるけど、さっきよりはスコア伸びてるけど、あーダメだ、これが俺の限界だね今のところの。あれ、あでも更新してない。あハイスコアになって、あはあいや更新してましたね、ハイスコア。これで順位はどれくらいだろう。あとりあえず25,000にはなってるけど、まあまだ始まったばっかりなんで、多分これからねガンガン抜かれていくと思うんだよね。あれから30分ぐらいちょっとプニーやってたんですけど、なんとなくコツっぽいのが分かってきたような、分かってないような。とりあえず今日やって、順位的には全国ランキング9000ぐらい入ったんですけど、多分これからねどんどん抜かれていくんで、ちょっとコメント欄にこういう風にした方がいいよとか、こういう妖怪使った方がいいよみたいなアドバイスがあったらですね、ちょっと書いていただけると結構嬉しいなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そして実写のチャンネルもよろしくお願いいたします。